どうもガジマルです。前回は配給の好きなところを挙げました。その中で一番目に挙げた今回はキャラというところを話していきたいと思います。好きなキャラランキング5人挙げさせていただきました。前編後編に分けて説明したいと思います。第5位九郎哲朗さんです。ひょうひょうとしてるけど賢いというところ、あと虎視眈々と獲物を狙う感じがかっこいいですよね。もうあとアニメに限ってですけど、声優が中村隆一さんっていうのがもうさらに彼をかっこよくさせてしまってますよね。もうあれ以上かっこよくしてどうすんのっていう話なんですけど、僕はまあ正直剣馬との絡みも好きなんですけど、僕とさんとの絡みが一番好きでしたね。一緒に夏合宿の体育館でおやおやとか二人で言ってるとことか、あとツッキーをもう育ててる二人の兄貴分感が素晴らしいですよね。単行本の話になるんですけど、ツッキーに最近のバレエはどうだいって聞いて、本当におかげさまでごくたまに面白いです。号泣。なんなんあれ、あんなおしゃれな伏線回収あります？そう、おしゃれなんですよね。人のからかい方とか、手は前つったでしょ信勝くん、おしゃれか。こういうところがもう大好きです。九郎さんの好きなところで、あのリエフと初めて連携して、リエフがブロックしてて、それをそこを抜けて九郎さんが完璧にレシーブ上げた時にめちゃくちゃ笑顔でハッハーって言って笑ってるところ、もう大好きです。楽しそうにバレーしてるんがね、もう見てて本当に好きです。第4位、牛島若年くんです。牛若はね、もう無敵、完璧という言葉がぴったりのキャラですよね。もうバレーにおいて全てがかっこいいんですよ。僕の中では一番衝撃やったのは、白鳥沢戦で鵜飼監督が、牛島だって人間だ、必ず体力の限界が来るって言ったじゃないですか。で、あの後、あ、これは後半で膝がガクーンってなるフラグやなって思ってたら、ならん。牛若がもう自分が強いことをより示すためにフラグをベシーンってへし折るという、しかももうサーブレシーブスパイク何やらせても上手いという出来すぎくん、まあかっこいいですよ。ほんま顔ちょっと怖いですけど、声も絶対高校生じゃない仕草してますけど、他の選手の絡みとしては、白布か天童と話してる時が一番好きです。あと僕はユーリオンアイスも好きなんで、白布の声優の豊永さんも好きなんですよ。だから余計に白布は好きですね。一つ一つの細かい演技がめちゃくちゃ上手で、例えばあのカラスノのトスが乱れてて絶対押し切れると思ったのに、無理やり影山が速攻をねじ込んだ時の歯の言い方一つでもそうですし、牛島さんって言ってるだけやのにその言い方も上手なんですよね。だからもう余計にシラブは好きですね。で、天童は試合後のあのストレッチシーンがもうシュールすぎても大好きです。もうあんな情熱大陸の話したりとか、もうあんな面白さ出せる古舘先生は引き出しが銭湯の下駄箱くらいある。今回は以上です。また次回の動画でお会いしましょう。チャンネル登録よろしくお願いします。さよなら。